皆さんこんにちは、うす。バーチャルeゲーマーのうすいです、うす。ここは、バーチャル長野県です。バーチャルのどかですね。日の宮グラくんも、頑張っとるよ。こちら塩尻市。JR 中央西線と並走して南進中です。公園に、石垣に、鉄道橋。手前がプレートガーダーで、奥がコンクリ桁かな。橋の作りが分かれているようです。単線の軌道みたいだから。手前側が保線作業用のあれかな。わからん。生活があるなぁ。古い家と新しい家があるなぁ。ハッピードリンクショップ。長野ですからね、あります。ハッピードリンクショップが。嬉しいね。国道に出るようです。19号。おわぁ。立派な道だ。これが国道。パワーパチンコ。パワーパチンコとは一体。山あいのこういう国道、好きなんですよね。進行方向に延々と続く谷に沿って、ずっと道が続いていて。これからあの先へ突き進んでいくんだな、旅だな。って感じがして。右の架線のスペースがあれですね。中央西線。中央西線ってのは、中央本線の JR 東海区間の通称だそうです。勉強になりましたね。五線橋を渡りまして、軌道の向かって右側に回り込みました。いいですね、道路線形に立体感があって。2D より 3D の方が、一個多いですからね、D が。桜沢トンネル、1498メートル。コンクリートの白が眩しい、かなり新しげなトンネルです。開通は2021年11月28日だそうで、旧道区間は、崩壊、落石、雪崩、土石流と、交通途絶の危険が大きい、大変な道だったそうで、その対策として、整備されたトンネルなんだとか。たくましいですね、やっぱり地方交通も、頑張っとる。うおぉ。補修中の歩道橋みたいです。ごっついですね。国道は正面方向ですが、左の分岐が、宿場の入り口みたいです。そりゃ曲がるでしょう。思い切りが大事です。反射で曲がったり、止まったりしないと。十中八九、結局引き返すことになるので。おお。いいですね、宿場町って感じ。この、まっすぐ続いたやや狭の道で。左右に建物がひしめいている感じ。昔はこの辺に、宿が並んでいて。でもって、道路の線形自体は、昔から大きく変わっていないんだろうなぁと。しみじみ思いながら、走れるのがいいですね。どっから人が出てくるかわからぬ、怖さはあるけど。いいなぁ。トンネルだ。あや鉄道トンネルですね。しかし車道との距離が近い。そしてやや幅広な断面で存在感がすごい。ちょっといい出会いだった。ああいう、ちょっと、ってなるような出会いを、たくさんしていきたいよな。ちょっと、ってなるくらいが、一番ちょうどいいですからね。
心身に。国道に戻ってきました。薄ああいう旧道めいた脇道は、まずもってその先で言道と合流していますので、割と気軽に入れます。安全運転をしましょう。道の駅があるようです。バーチャルイーゲーマーは道の駅も結構好き。メダカとか売ってるし。あ、どこ押す？あ、 2.6 キロ先。あい、まるでバーチャルイーゲーマーとうだうだドライブをしているような気分になれる動画。次回は果たしてどのようにうだうだするのか。ドライビング、バズ。